ジャイアンタは、インド神話に登場する神である。神々の王インドラと、その妻であり、インドラーニーとも呼ばれるシャチーの息子とされている。インドラによって滑られる天国に住み、ジャイアンティは、彼の女兄弟にあたる。ジャイアンタは、様々なヒンドゥーの聖典に登場し、神々や父であるインドラの側について、戦争に加わる。また、ジョジシラーマーヤナ、 その他の物語にてカラスに噴した姿で登場する。ブラフマーストラを浴びせかけるラーマと、それから逃れようと飛び回るカラスに噴したジャイアンタ。ラーマーヤナの第5巻、スンダラカンダにてハヌマーンが、シーターに出会う場面で彼女は、シトラクータの森で起きた出来事について語る。アヨーリアーの王子であり、ビシュヌ人の決心であるラーマ、そして彼の妻のシーター、そして、 ラーマの兄弟ラクシュマナの三人は森を放築される。疲れ果てたラーマはシータの膝の上でまどろんでいた。そこへカラスが飛んできてシーターの足を二度つっついた。シーターのみじろぎに目を覚ましたラーマは爪から血をしたたらせているカラスがインドラの息子であると感パする。激怒したラーマはシーターに死損され聖なる武器ブラフマーストラを恐れをのぬき飛び立ったカラスめがけて解き放った。 どこまでも追ってくるブラフマーストラから逃れようと、カラスは世界を飛び回る。インドラのもとを、神々を、そして聖戦たちを次々に巡り、挙げくに、ラーマのもとへと逃げ込み降伏した。インドラの息子は許しをこうが、ラーマは一度解き放ったブラフマーストラを収めることは、できないと告げる。ならばとインドラの息子はせめて右目に飲み、衝突するようにしてほしいと懇願し、 以来彼は固めを失った。この総話の中には、ジャイアンタという名前は一度も出てこないが、ゴービンダラージによるティラーカやブシャーナのような注釈書では、インドラの息子をジャイアンタと特定している。注釈書によっては、必ずしもラーマーヤナにおけるインドラの息子をジャイアンタとしては扱っていないが、ゴービンダラージはジャイアンタのみがインドラの息子として認知されているとしている。 ラーマアヤナの総話以外にも、場合によって父海革藩のエピソードの中に、カラスの姿のジャイアンタが語られることがある。父海から溢れ出る、不老不死の霊役アムリタをめぐって、神々とアスラとの間で争いが起きたとき、一度はアスラがアムリタの壺を奪うが、カラスに噴したジャイアンタは彼らから壺を奪い返す。ジャイアンタは十二日間にわたり、休みなく飛び回り、その間に、 地上の4箇所に立ち寄ったとされる。すなわち、プラヤーグ、ハリドワール、ウジャイン、ナシクである。この出来事を祝し、これらの地では12年に一度訓部ーラが開催されている。ラーマーヤナの最終巻であるウッタラカーンダでは、インドラとラークシャサの王、ラーバナとの戦いが描かれている。インドラとラーバナとの戦争の中で、ジャイアンタは、 ラーバナの息子メーガノアダと戦いを繰り広げた。激しい戦いの結果、ついにラーバナの息子はジャイアンタに決定的な一撃を食らわせ、ジャイアンタは気を失った。混乱の中、ジャイアンタの母方の祖父にあたるプローマンは彼を戦場から運び去ると、人知れず海の中へと彼を隠した。インドラーはジャイアンタの姿が見えず、彼が死んだものだ思い込んでしまう。 そして竹り狂ったインドラは奮戦するが、息子ジャヤンタ同様、ついにはメーガナアダによって打ちまかされてしまう。インドラはランカー島に連行されて、旅収の身になり、ブラフマーはインドラの解放の条件として、メーガナアダにインドラ実島を名乗ることを認めた。しかしメーガナアダは自分を不死の身にすることも求めてきたため、ブラフマーは不勝不勝ながら、これを認めた。パドマプラーナでは、 ジャイアンタは神々とアスラとの戦いに目を投じている。ハリバン社ではインドラとクリシュナとの間に持ち上がったインドラの住まう展開に生える聖なる木パーリジャータをめぐる争いの描写があり、その中でジャイアンタはクリシュナの息子プラディウムナと戦い、そして敗れている。スカンダプラーナではジャイアンタはアスラ族のスラパドマに敗れている。そのスラパドマは後に 新軍最高指揮官のスカンダーに殺される。バーユプラーナでは、ジャイアンタが呪いにより竹に変えられてしまう話が語られている。この物語は、デーバ・ダーシーにまつわる話として様々に形を変えて伝えられている。ある時、聖戦アガスティアがインドラの宮殿を訪れる。インドラは聖戦を歓待し、アプサラスのウルバシーによる舞踊を手配した。しかしその踊りの最中、 ウルバシーはジャイアンタと恋に落ち、互いに見つめ合ってしまう。注意をそらしたウルバシーは、表紙を外して踊りを台無しにしてしまった。その様子に激怒したアガスティアは二人に呪いをかけ、ウルバシーをデイバダーシーの身分へと貶め地上へ送り、ジャイアンタをビンディアさんの竹へと変えてしまった。二人は深く頭を下げて慈悲をこう。するとアガスティアは、 ウルバシーがデーバダーシーとしての訓練を経てたライコル、すなわちジャイアンタと共に初舞台を踏めば呪いは解けるだろうと語った。後に聖戦の予言通りに呪いから解放された二人は展開へと戻った。ありがとうございます。